これより遠山郷の名木を紹介します。この木は観音大杉と呼ばれ、龍円寺にあります。樹齢600年、樹高50メートルの大木です。4本の根元が一体化した大杉です。夫婦杉、そらちゃん、愛ちゃん、ひかるちゃんと地元の小学生が名付け、家族杉として親しまれています。この木は小垣の木です。出山の小垣と呼ばれ、樹齢250年余りの大木で、昔薬として使用するように植えられたそうです。秋には小鳥がこの小垣を食べにいっぱい集まってきます。今ではこんな大きな小垣の木をなかなか見ることがないと思います。この木は若宮神社にあるもみじの木です。一度ご覧になってください。古木にって何百年経っているか分かりませんが、毎年山々の紅葉が終わりかけた頃、きれいに紅葉します。以前は夫婦もみじとして日本で素晴らしい紅葉を見せておりましたが、台風により1本倒れ、現在1本になりましたが、秋になると季節を忘れることなく、また美しい紅葉を見せます。この木は上島にあるイチョウの木です。上村川にかかる鉄筋コンクリート、ローゼ橋の脇に立ち、11月初旬に鮮やかな黄金色になります。もみじの赤色とのコントラストが何とも言えない味わいを醸し出し、絵になります。カメラを持ってぜひ1枚収めていってください。この木は林道赤石線下森地区の道下に最初に発見する時の木です。根元はかなり太い木ですよ。ちょっと寄り道してみてはどうでしょう。この木も林道赤石線下売地区の道沿いにある土地の木です。道下にありますが、この木も迫力があります。
この木は林道赤石線赤薙沢にある全国的に有名な土地の木です。幹の周り10メートル50センチ、高さ40メートルあり、土地の木部門環境庁の巨樹巨木調査で全国第3位になった木です。何百年の噴石に耐えてきただけあって、根元が半分程度腐ってきていますが、そばに行ってみて大木の大きさにびっくりします。この木を見ていると神々しさがあります。つい両手を合わせ拝みたくなるような、そんな魅力のある木です。道下にあり、注意しないと見落として通り過ぎてしまうかもしれませんが、一度はここを訪ねてみては。東山号に来たら、ぜひ7つの名木巡りをしましょう。この名木、7本全部に出会ったならば、きっと良いことがありますよ。大自然の中で名木と向き合い、心を落ち着かせ、体いっぱい、大きな木を浴びて帰りましょう。あなたの腰を心よりお待ちしております。